B6 ビターボは、ドイツの自動車メーカーアルピナが2011年12月に発売した、クーペおよびカブリオレタイプの高級車である。B6 は BMW6 シリーズをベースとして、作成したオリジナルの車である。ボディそのものは6シリーズと共通であり、BMW のエンブレムも付くが、パワートレインは別設計され、大きく、アルピーナの文字が書かれたエアロパーツや、 特徴的な20インチのホイールが6シリーズとは別物であることを示している。また、日本での発売は決まっていないが、2014年3月にジュネーブモーターショーで B6 グランクーペもデビューしている。時速 100km からの制動距離3 3メートルは、この重量のクラスとしてはトップクラス。最高巡航速度のテストは、 ドバイで行われており、気温摂取45度で40分以上の最高速を維持するテストをクリアしている。ボディカラーは、アルピナブルー、アルピナグリーンのほか、BMW6 シリーズの色すべての色、ダシリーズ、ハインカラーも選べる場合がある。内装には、標準装備のウッドとして、アルピナ専用ウッド、ミトが使われているが、オプションで、ピアノブラックやカーボン調、 ボディ同色なども選ぶことができる。標準はダコダレザーシート。オプションのレザーシートには、ナッパレザー、メリノレザー、アルピナレザーの3種類から選択することができる。また、シートにひし形マークやアルピナロゴを入れることもできる。本体価格1954万円、20836000円ミニハンドルはオプションで選べる。20インチの体型ホイールを標準装備。 専用シートエンブレム、専用デコライン、専用単蔵ホイール、専用アクラポビッチ製チタンマフラーカーボンテールパイプが標準装備となる。また、オプションでブレンボ製高性能ブレーキシステムも選べるようになった。2011年12月 B6 ビターボクーペ、カブリを発売開始。3 9 7キロワット、540PS700。 ナノメートル0から1 0 0トル4 4セック、スピード3 2 0トル2 0 1 2年4月、旧廃棄系のリファインにより馬力が 540PS から 550PS に向上した。0から1 0 0トル4 3セック2014年3月、ジュネーブモーターショーで、B6 グランクーペアルラットがデビューし、0から1 0 0トルは4秒を、霧3.9秒となった。 2014年11月日本で正式に販売が決定する。2015年4月生産より受注開始。価格は2197万円。すべて左ハンドル、アルラット。2015年3月のフェースリフトにより、日本モデルはすべてフェースリフト後のモデルになる。エンジンは4 4 1キロワット 600PS800 ナノメートルとなり。 零時速 100km は3.8秒となった。エンジン関連ターボチャージャークーリング関連 LSD、ステアリングトランスミッション、アクラボビッチエキゾーストシステムエアロダイナミクス。ありがとうございます。